面白い。イエーイ、西小倉の鍋屋です。どうも。今から自分の鼻毛を50本抜いてジュラシックパークに出てきた恐竜を一から全部言ってみます。いきまーす。日本でした。イエーイ。それではこの辺の国を変えていただきましょう。ゴッチです。イエーイ。パークのパイエスオッケー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 エスオッケに恵まれ、すごい天気の田舎で僕らライブできることをすごく嬉しく思っております。中野さん、初めておめでとうございます。おめでとう。よし。今ね、時間ないんで、もう次は。
ちょっと、またね、小倉の皆さん。